おっぱー、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、また古い挨拶だな。この前も小学生の面白行為の紹介が途中で終わってるから、気持ちが昭和に取り残されて、令和に戻ってこれないんだよ。どういうことだ。では今回はもう早速行くか。今回は、昭和の男子小学生よくある面白行為30選、パート2第15位から第1位を紹介するぜ。うれぴー、レッツラゴー。では、ゆっくりしてってねー。まず第15位はカルピスは原液を薄めたやつだぜ。ああ、友達の家に行った時、よく出してもらってた気がする。そうだな。簡単に紹介すると、カルピス自体は1919年に発売を開始したんだ。え、そんな昔から？ああ、ただ、今皆が想像するような、ペットボトルで飲んでいるカルピスウォーターは1991年に発売が開始されたんだぜ。え、今度はそんな最近なの？ああ、では、それまでのカルピスとはどういうものだったのか。瓶に入った原液だよね。そうだぜ。この瓶詰めされたカルピスの原液は、常温保存しても腐敗しにくいという性質があり、戦前から一般家庭の常備品として親しまれてきたんだ。そして戦後は、お中元お歳暮などの定番となっていったんだぜ。あ、だからどこの家庭にもあったんだね。そう、そして、だからこそ友達の家に遊びに行った時に出してもらう飲み物だったんだ。原液を自分の感覚で水で薄めるから、家庭によって味が変わるよね。各家庭の親御さんにはサンキューベリマッチョって気持ちだよ。ちなみに私は、自分の家でこっそりかなり濃いめにして飲むのが、贅沢だったし本当に美味しかったんだよね。そうだな。今のカルピスウォーターももちろん美味しいが、濃いめのカルピスって本当に美味しかったよな。でも、なんでカルピスウォーターって平成に入るまでなかったの？昭和時代の技術では、単純に水で薄めただけだと、長期間放置しておくと、劣化が進んだり、粒子が沈殿したりと問題があったんだ。あ、そうだったんだね。でも平成に入ってカルピスウォーターが発売されて、便利になった反面、現役時代のあの味が忘れられないよ。そうだよな。現役のカルピスを知らない人は、今でもデパートや大きいスーパーでは売っていることもあるので、ぜひ飲んでみてほしいぜ。第14位はお辞儀してランドセルの中身が全部出るだぜ。やった。やったことあるよ。すごく悲しい思い出が蘇ってきたよ。おせんちだね。誰もが通ってきた道だよな。これは、そのままの通りなんだが、ランドセルの鍵を閉め忘れたまま、先生などに挨拶をした時に、ランドセルが裏返しになって、中身の教科書や文房具が地面に散乱するという悲劇だぜ。恥ずかしいし、疲労の悲しいし。あれ、未だになんともならないの？いや、2010年頃から、オートロックのランドセルの販売が進んでいるぜ。おお、それは素晴らしいね。ただ、現状まだ完全に普及しているとは言い難いな。え、なんで？やはり値段が上がってしまうという点が大きいが、あとはしっかり正しく穴に差し込まないと、鍵がかからないという点もあるな。あ、オートロックだから鍵がかかってるつもりなのに、ちゃんと差し込まなかったせいで鍵がかからず同じ悲劇が？そう、オートロックが故に油断して、昔と同じ悲劇を迎えることもあるから、じゃあ普通でいいやとなることもあるそうだ。なるほどね。まあでも技術は進むだろうし、子供たちのためにも、オートロックが主流になってほしいよね。第13位はじゃんけんで負けたらランドセル全員分だぜ。お、ランドセルの流れで。ああ、これはパート1で紹介した、いろんな遊びを開発するのと似ているかもしれない。小学校からの下校中に、じゃんけんで負けた人が全員分のランドセルを持って下校するという遊びだぜ。ただし、一定の区間ごとにじゃんけんは行われるんだ。一般的には、電柱1本分が多いので、そんなに距離はないぜ。でもさ、ちょうど電柱があまりなくなる区間に入る時のじゃんけんは、熾烈な戦いだったよね。そうだな。個人的には、これは全員が完全に公平な条件でじゃんけんをしている分には、良いと思うんだ。大変さを味わうということと、勝ち負けを経験するという意味でな。最近は勝敗をつけたがらないけど、どこかで必要だもんね。それを楽しんで遊びとしてやってるなら良いよね。そうだぜ。ただ、何かを仕組むなど、特定の人に不利になるようなことをしてしまうと、いじめとなるので、これは絶対にやってはいけないぜ。そっか、それはそうだよ。第12位はランドセルを前で背負ってガードするだぜ。いたねー。これは、非常にシンプルなんだが、下校中に突然、ランドセルを胸側で背負う子供が、常にどこかにいたんだぜ。なんで、あんなことしてたの？ガードだぜ。何から？攻撃からだぜ。
わけわかね。何の攻撃？細かいことを聞くんじゃないぞ。雨の日は傘を剣のように扱ったり、なんとなく戦いに行ってるような気持ちになって遊んでいたんだぜ。まあ確かに、ランドセルって攻撃に強そうだよね。ああ、本当かどうかはわからないが、ネット上のある書き込みでは、車に跳ねられた際、ランドセルのおかげで軽傷で済んだということもあったらしいから、侮れないぜ。第11位は赤白帽子をウルトラマンみたいに被るだぜ。やってた人多かったねー。これは、体育の授業時に着用する体操服の一つに、帽子があったんだが、赤白のリバーシブルだったんだ。赤組白組に分かれるためもあるよね。そうだな。そしてこの帽子を半分ずつ出して被ると、まるでウルトラマンの頭のようになるといったものだぜ。当時は、ちょうどウルトラマン全盛期だったもんね。そうだぜ。ちなみに、今でも赤白帽子ってあるの？基本的にはどの学校も、まだ赤白帽子を着用しているらしいぜ。今でもウルトラマンシリーズってあるから、当時ほどではないにしても、ウルトラマンごっこは行われていそうだぜ。第10位は好きな子のリコーダーが気になるだぜ。関節キス狙いのやつだよね。定番のように聞くけど、実際やったことある人なんているの？ある調査では、2.4% が舐めたことがあるらしいぜ。2.4%。ガビーン、クラスに一人いるかいないかだよね。そうだなぁ。そう聞くと、思ったより多く感じられるよな。そうだよね。いやぁやっぱり嫌だよ。そうだな。気持ちはわからなくもないが、やはり人のものをこっそり盗んで、しかも舐めてしまうのは、やられた相手にとっては、トラウマにもなりかねないので、絶対にやってはいけないぜ。関節キスを狙うなら、飲み物とかで堂々とやるべきだよね。堂々というのも、なんか違う気もするが、そうだな。第9位は牛乳瓶の蓋で面交するだぜ。これはゆっくり解説。昭和50年代の懐かしのおもちゃ子供の遊び10選でも紹介したが、当時は給食で瓶の牛乳が配られていたんだ。その牛乳瓶の蓋を面子のようにして遊ぶんだ。遊び方が地域によって異なってたんだよね。私は口でパッて破裂音を出して、裏返すルールだったよ。そうだな。他には両手で拍手して、その風圧で相手の蓋を面子のように裏返すというルールもあったんだぜ。牛乳瓶の蓋といっても、いろんな会社の蓋があるんだよね。そう、ラベルが違うだけでなく、硬さや形状も違うので、いろんな種類の蓋を集めようとしていたんだぜ。特にコーヒー牛乳の蓋がレア物とされてきたよね。そうだな。まあ、コーヒー牛乳は稀に給食のメニューとして出るので、手に入れやすい。ところが、他の業者の蓋となると給食では出ないので、簡単には手に入らない。そこでどうするかというと。私の場合は、通学路に牛乳の配達を頼んでいた家があって、そこの住民の方に、レア物の蓋が欲しいですって頼み込んだことがあったよ。そうなんだよな。昭和の遊びの時にも言ったけど、頼みに行ったら、友達が先に頼みに行ってて、確約もらってしまってて悔しい思いしたこともあったよ。確約もらってしまってて悔しい思いしたこともあったよ。その家の方にはとても優しく接していただいたけど、今思えば、子供がたくさん押しかけてきて、迷惑だったかもしれないね。許してちょんまげ。だから、ちゃんと反省しろよ。第8位は学校のプール開きの時期は結構寒いだぜ。確かにあれっていつ頃だったのかな？一応文部科学省が、水温が23度以上になったらと定められているんだぜ。その水温が23度以上になるのが、だいたい6月の中旬なんだぜ。6月中旬ってまだそんなに暖かくないし、梅雨で天気も悪くなりがちだから寒かったんだね。そういうことだな。ただ、今では少し改善されているんだぜ。え、そうなの？文部科学省による、学校体育実技指導資料水泳指導の手引きというのがあるんだが、そこには水温プラス気温が45度以上か水温プラス気温が50度以上、かつ気温が水温より高いことと記されているんだぜ。つまり、水温が23度になっても、寒くて気温が20度とかだと、水泳は行われないんだぜ。あ、じゃあ梅雨の時期で寒い日は入らなくていいんだ。これは時代が進んで良くなったことだよね。あの、プールから上がるより、水の中にいた方が暖かいって感覚、懐かしいけど、味わって欲しくはないよな。第7位は多機能筆箱だぜ。イカスー、流行ってたねー。これは、筆箱なんだが、ただの筆箱ではなく、大きくがっちりした筆箱なんだぜ。そしてその名の通り多数の機能がついた筆箱なんだ。まず、鉛筆だけでなく、ハサミや定規などの文房具も収納できる。それにただ収納できるだけでなく、それぞれのポケットがあるものもあったんだ。
なんか、鉛筆がパコーンと上に上がったりもしたよね。ああ、それに鉛筆を削れたりもするんだ。そして、なんだかいろんな箇所が開くというのも特徴だったな。あんなに楽しくて使ってたのに、小学校高学年から中学校に進むにつれて、どんどん大人が使うようなシンプルな筆箱に変わっていったよね。まあ、ある意味大人の階段を登るというのを象徴しているのかもな。第6位はとりあえずドッジボールだぜ。確かに、大人になったらまず見ないのに、小学生の頃はどのスポーツよりも、ドッジボールをやってた人が多かったよね。たった10分の休憩時間でも、みんな外に出てドッジボールをしてたよな。10分休憩。今ならコーヒー飲んだり、ちょっと寝たりしたくなるよね。常にバタン球だよ。年取ったな。まあ野球のように機材の必要もなく、どんな人数、場所でもできるという意味で、ドッジボールが人気だったんだろうな。でも、運動神経の悪い私には拷問だったよ。ほんと、そうだよな。何もできないし、狙われるだけ、当たったら痛いと上手い人以外には良いことないんだよな。だから、ドッジボールに参加しないからといって、いじめたり、ドッジボールをしてても、いじめにつながるような狙い方は絶対やらないでほしいよ。本当にそれは気をつけてほしいな。第5位はバリアを使えるだぜ。男子たちはことあるごとにバリア使ってたよね。ああ、これは、表現が難しいが、自分でバリアを張ったら無敵になるんだぜ。鬼ごっことかの時に、タッチされそうになったらバリアって言ったら、タッチできなくなるんだよね。そうだぜ。なんでそんなのがまかり通ってたのか不思議だが、とにかくみんなバリアを使えたんだぜ。まあ、バリア破りって必殺技もあったからまかり通ってたのかもね。なんか他にも、うわぁ丸々金ついたー、切ったねー、タッチ、いや、バリア張ってるから向こう、みたいなやりとりもあったよね。あったな。ちなみに、これはある遊びの影響と思われるぜ。遊び？あ、チャージとかのやつ？そうだぜ。二人で対戦するゲームなんだがまず手を2回叩く。その後、二人同時にチャージビームバリアの3種類のポーズを取る。チャージを1回すると、ビームが1回打てるようになる。ビームをした時に、相手がバリアをしていると、ビームが無効になる。つまり、自分がビーム、当てがチャージしていると、攻撃が成功し、1点が入るというゲームだぜ。このバリアが攻撃を防御できるから、そこからバリアイコール無敵のようになっていったんだね。そうだろうな。しかし、改めてゲームの説明を聞くと、これなかなか頭使うゲームだよね。そうだな。こうやって自然と、大人への階段を一つずつ登っていってたんだろうな。第4位は花の蜜を吸うだぜ。吸ってたねー。学校の帰り道とか。そうだな。学校の登下校の道にある花畑等に咲いている花の蜜を、とにかく吸っていたんだぜ。ツツジが代表的なのかな？そうだな、一番はツツジだな。もう一つ代表的なのはサルビアだぜ。あーこの花も見たことある。しかし道端の花を洗いもせずに吸うって、今ではなかなか考えられないね。確かに、子供の頃の無邪気もあるんだろうな。ちなみに、花の種類によっては、毒を持っているのもあるから、道端の花の蜜を吸うのは、やはりあまりおすすめできないぜ。確かにキノコもそうだけど、素人だとわからないものも多いもんね。そうだぜ。実際ツツジの一種、レンゲツツジは毒を持っているが、見た目にはまさか毒を持ってるとはわからないんだぜ。へぇ、気をつけないと。第3位は謎の替え歌を開発するだぜ。おいろいろ歌ってたねー。森の熊さん。代表的だな。森の熊さんの歌詞は、みんなわかると思うが、ある日森の中熊さんに出会ったなんだが、替え歌にすると。ある貧血森の中環境熊さんニンニク出会ったんコブだね。そうだな。不思議なことに全国共通なんだぜ。どうやって知れ渡ったんだろうか。また、替え歌といえばクワイカワマーチも有名だな。わけわかめだよ。何それ？猿、ゴリラ、チンパンジーだぜ。ああ、あれ、あれってクワイカワマーチって言うんだ。実は、さらにもともとはボギー大佐という曲が1914年に誕生したんだが、これが原曲なんだ。これを、アメリカの映画戦場に架ける橋のテーマソングとして、1957年に編曲したものなんだぜ。ちなみに歌詞はないぜ。歌詞がないものに替え歌で歌詞つけたんだね。ちなみに私は友達と猿、ゴリラ、チンパンジーの続きの歌詞をすごいよう考えてたよ。お、なんだなんだ？もうほとんど忘れちゃったけど。サイ、チータ、キリンブタ、カモメ、キュウカンチョウ。語呂はぴったりだな。第2位は引っ掛け言葉だぜ。引っ掛け言葉？ピザって10回言って。あーあれね、ピザって10回言った後、
肘を指さして、じゃあここは、って聞かれるんだよね。そうだぜ。そして、ピザって言ってた勢いから、肘ではなくピザと答えてしまうという遊びだぜ。それでピザって答えてしまったら自分の体の部位の名前もわからないのかよーとからかわれるんだよね。そうだな。今考えるとバカバカしいけど、当時はよくやってたなー。他に何があったっけ？手袋って反対から読んでみて。あ、六分手と読むと。6回殴ってという意味と解釈して、要望に応えるため、今から霊夢を6回殴るんだ。ちょ、たんまたんま、やめて。でも、子供の頃はピザが流行ってたけど、実際10回言うシリーズで一番引っかかるのって何なのかな ?2004 年12月放送のトリビアの泉では、いろいろな大学教授がこの問題について検討したんだ。おお、本格的、なになに？二神を10回言うんだぜ。二神、二神、二神。赤ちゃんが生まれることは？妊娠。出産だぜ。あじゃぱー。やられた。ただ、ある調査では、一周回ってピザが一番引っかかりやすいとも言われているんだ。大初期に戻ったんだ。というのは、さっきの妊娠や、他のはじゃあ〇〇はと最後に質問が入る。ただ、ピザに関しては、肘を指さしてここはと聞くだけなので、スピード感があって、相手に考える隙を与えず、条件反射度が高いと考えられているんだぜ。なるほどね、そう考えると小学生の頃からレベル高かったんだね。第一位は何時何分何秒地球が何回回った時だぜ。確かに何度も言ったし聞いた。これは小学生にとって定番の煽り文句だな。例えば〇〇って言ってたよね、言ってないというようなやりとりの時に、言ってないと主張した側が、じゃあいつ言ったか言ってみろ。何時何分何秒地球が何回回った時と煽ってくるんだぜ。言い返せなくて悔しい思い何度もしたよ。そんな霊夢にぴったりの解決策があるぜ。え？ある研究者がこれを論破するために、地球が現在何回回っているか計算しているんだ。すごい、あれ、でも地球って1日1回自転してるよね？じゃあ 365× 地球ができてからの年数じゃない？いや、今は24時間が1日だが、実は地球の自転のスピードって年々遅くなっていて、今の24時間になっているんだぜ。え、インド人もびっくり、そうなの？ああ。地球が誕生した当初は1日は5時間だったんだぜ。つまり何回？地球ができてから X 年経過している時点では、1年間に 365.25×24÷0.4217×10−8×5.0372回回っている。ごめん聞いたのが間違いだったよ。わけわかめになってきたよ。しょうがないな。これの計算結果は、3兆2600億だぜ。つまりあいまりさ、私がいつ寝坊したっていうのさ、何時何分何秒地球が何回回った時？朝8時53分30秒地球が3兆2600億回回った時だ。かっこいい。ということで、昭和の男子小学生よくある面白行為三重線を紹介してきたぜ。昭和という時代の懐かしさと、小学生の無邪気さが合わさって、面白かったよ。そうだな。でも不思議なことに、現代でもなぜか受け継がれているものが多いんだよな。不思議だよね。どうやって広まっていくんだろうね。あと、意外と大人っぽいというか、頭を使っていることが多かったって気づいたよ。そうだな。大人への第一の階段が小学校だったんだろうな。現代ではインターネットなどもあるから、余計に大人化してるかもな。私は逆に戻りたくなっちゃったのに。図工。お、いいね、古い反応。ちょっとやってみたくなったんだ。では、今回はこの辺でお別れだぜ。では、またねー。